だろう、まだ分かってないな。ねえ、もしかしてさ、夫婦が動かない、お兄さんが動かない、ランウェイってことはもしかしてルーじゃなくてお姉さんか。はい、それ
登場するウォーキングトレイルの方々で一般社団法人日本スーパーカー協会アンバサダー国分優香さんです。よろしくお願いします。そしてですね、こちらの車フェラーリ458スパイダー、こちらですね、フェラーリの V8NA エンジンターボじゃない NA エンジンの最後のモデルでですね、素晴らしい音、そしてですね、このオープンエアを楽しめてですね、今でもとっても人気が高い、スーパーカーになっています。フェラーリ458スパイダーでした。はい、続いてターボじゃない NA だ。皆さんこんにちは。一般社団法人日本スーパーカー協会をやっております国分優香です。そして本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。日本スーパーカー協会として3回目の最後までのイベントになります。2022年はですね、全国各地でイベントを行ってまいりますので、これから皆さん一緒に盛り上げてくださると嬉しいです。それでは東京スーパーカーで2024 in 埼玉スーパーカーランウェイ開催いたします。はい、それではですね、次の、皆さんのご紹介したいと思います。2023ミスプラネット日本大会グランプリ西堀由美子さんです。そして車はフェラーリポルトフィーノ、こちらの車はですね、フェラーリのフロントエンジン、V8 モデルになっております。フロントにですね、オープンエアを楽しめるですね、これは屋根の閉めるとかできますか？これ今日全前で動いてる感じなわけですね。はい、じゃあ今日はですね、屋根の開閉はなしということですね、こちらですね、フェラーリポルトフィーノ M、 こちらはですね、日常のフェラーリ、レイリーユースができるフェラーリということで、とっても、人気のあるフェラーリです。どうもありがとうございます。こんだけ入れてくれた。はい、続いて2023ミスユニバーシティ日本大会グランプリ鈴木リオンさんです。そして車はイギリスが誇るとってもジェントルなスーパーカーアストンマーティン DB11 です。DB11 はですね、エンジンが V12 気筒 V8 気筒を両方ありますが、このモデルは12気筒のモデルとなっています。通常はですね、車のエンジンは、ね、3気筒もしくは4気筒が多いんですけど、この車はその3倍、4倍の12気筒、見上げるポイントはこのコンテンツのスリットが4本あるのが12気筒みたいです。これはですね、高速走行、長距離走行をするですね、得意なスーパーカー、こちらアストンマーティン DB11 です。どうもありがとうございます。かっこいい。続いて2023ユニバーシティ日本大会トップ5、原城由美さんです。そしてこちらは並走する車はジェームスボード、アルピーヌ A110R ルマンというですね、スペシャルな車です。このアルピーヌ、この一世を風靡したラリーカーとしてですね、A110A110 というですね、往年の名車、それをオマージュしたこのラリーカーを象徴するこの大きなドライビングランプ、要はラリーカーは明かりがない森の中を走るのでとっても光が必要です。から通常のヘッドライトランプ、ドライビングランプの大きいものをつけているのがないです。そしてこの車、ミッドシップその中でも、A110R、レーシングの R、ルマンというので、特別装、値段のことは何なんですか、普通のアルピーヌ A110R の2倍する、とってもですね、貴重な、車がこの A110R、ルマンという
どうもありがとうございます。はい、続きまして、2024ミスユニバーシティ宮城横山佳代さんです。そして一緒に登場しました、スーパーカーランボルギーニウルスで、ランボルギーニが発表した初めての SUV です。自動車メーカー、スポーツカーメーカーは、まあ、スーパーカーも出すけど、まあ、スーパーカーだとどれでも選ぶので、あまり商売にあると誰でも乗りやすい SUV を出す。なんか食べる、スーパーカーメーカーの映画ですよ。これもダンボルギーになった SUV を一発目で自らにこのパクパクしたこのダンボルギーに出しみたい、まあ、一部ではガンテルみたいな似顔になると言われますが、じゃあもらってきなよ、V8 もらってきなよ、ターボもらってきなよ。このような大きな重いボディをですね、4区で追い込むの、しかも太いトルクでですね、ぐっと加速する、非常にですね、動力性能にも好きな SUV がこのランボルギーニウルスです。茨城、神谷麻衣さんです。茨城だって茨城、えどれ、うん、茨城だったら、うん、茨城、そしてですね、ここで提供する車がですね、ランボルギーニバレットスパイダー、このランボルギーニですね、最も変化した車、これがランボルギーニバレット、はい、ですね、スパイダー、バレットはですね、V 型電池と V10 エンジン、MA のですね、エンジンをですね、ミッドシップにマウントし、まあ、オープンエアを楽しめる、そしてこれは4区のモデル、4区のプリントモデルです。非常にですね、ランボルギーニが、一部のですね、富裕層の車から、まあ、これも富裕層の車とはあるんですけど、よりお好みやすい価格帯でですね、V12 気筒に変わって、V10 気筒のエンジンを搭載して大ヒットした車、これがナポルギーに変えるのです。どうもありがとうございます。さっきオーナーのクマさんをですね、クマと一緒にドライブするのが、トレードマークですね。そのうちにクマさん、はい、続いて2024ミスユニバーシティ東京、杉山莉子さんです。そしてですね、一緒に登場した車、ランボルギーニブラウンシテラートです。この車はとっても珍しいです。実はあちらのランボルギーニガヤルドがフルモデルチェンジしたものがこちらのランボルギーニブラウンです。ガヤルドと同じように V 型10気筒エンジンをミッドシップにマウントする車なのですが、この車は普通のスーパーカーの車と違ってちょっと背が高いんですよね。こういうフェンダーのところにですね、ガラスがついていたり、車高が選べたり、あと要は、雪とか泥にも強い対応を、つまりですね、これ悪路を走るためのスーパーカーですね。非常に珍しいコンセントですね、車です。ステラート、多分日本にですね、数えたことしか存在してないと思いますが、これ とっても貴重な車、高速道路でも山道もガンガン走るくらいのカーステラートです。どうもありがとうございます。はい、続いて2024ミスユニバーシティ神奈川、春田美咲さんです。そして試験となるこちらのスーパーカーはランボルギーニアベンタドールです、ロードスターというですね、ランボルギーニが誇る、まあ、頂点の車、実はこれ V 型12気筒エンジンと NA 一番厳しいスーパーカーの定義を変えたらエコポタイプだと思います。イタリアのメーカー V12 気筒ミッド
しみます。ドアが上に開く、屋根も開く、この全ての用途を揃えているのが、このランボルギーニ、アメリカロール S、ロードスターです。これはオーナーさんですね、欲しくてですね、いろんなイエローパーツですね、非常にかっこよく、あと車高も、こいつもですね、いろんなところがモディファイされてですね、とってもですね、気合が入った。しかもですね、このオーナーの阿部さんはですね、車に合わせて、この色もですね、合わせた黒とゴールドのですね、ファッションで決めてくれると思います。ちなみにこのオーナーさん、建設会社を提示らしてですね、このイベントにもご協賛をいただいております。本当にありがとうございます。というわけでですね、ランボルギーニアメンダーロールです。ロードスターでした。ありがとうございます。すぐこの会場、会場中央を見て左手にはですね、実はグリーンさんのサイエンスホームさんってあるんですが、そこですね、日本の美しさを表現するですね、家を建てない方はぜひそちらに、ご相談くださいませ。ね、だから50でも相当後ろ下がって、この画角でやる。続いてダイナースクラブさん。今日ですね、星形テントの中央にですね、ダイナースクラブさんが、出展されてましてですね、今日本日ならでの特典が用意されています、カードの入会はもちろんのことですね、粗品のプレゼント、あとですね、お子様の方には、ね、ミニカードプレゼントもやっておりますので、ぜひ星形テントにですね、のダイナースクラブさんにお寄りください。そして最後、カーラッピングのリボンさん、この地元埼玉で営業してらっしゃるラッピング、ボディラッピングはもちろんのことですね、ヘッドライト、ストップランプもラッピングをプロテクションしてくれます。本日ですね、ご相談お見積もりの方はですね、 20% オフのスペシャルプライスで、サービスをご提供されてますので、ぜひリボンさん、緑色のアルピナがですね、展示してありますので、そちらをぜひお寄りください。というわけでですね、この後ですね、スーパーカー協会の横断幕を掲げての撮影になってしまって申し訳ないんですが、ちょっと私も入ります。横断幕を広げるのはいいんだけど、もう一人いないな。一
一人じゃ広げられないよな、これってな。おーい誰かやるだから、まあ、この服はまずい、この服はまずいイメージがあるから、この服はまずい。あ、まあまあまあ、ギリな。なんで痛いんだ、段取り通り。もう好きにしてみた。いいよ、一人やればいいよ。みんな前でバタバタですいませんが、そんな感じでこれ斜めでいきます。あんまり、モデルの方を隠さないように。センターどうかな。あ、大丈夫大丈夫。はい、カップ1つの最後お願いします。はい、まず正面から目線正面。はい、次左30度。はい、目線を左30度。はい、手を振ってる方に目線をお願いします。はい、次右側、何か手振ってくれれば。はい、まあ、いっぱい振っちゃうかな、これな。はい、手前の赤いジャケットを着てる人が、あの、光るカメラマンで、右下の、ジャケットを着てる人にも目線を送ってください。お願いします。はい、そして最後また正面。はい、正面いきます。はい、というわけでですね、第1回目のスーパーガーナーウェイ及び撮影会を以上させていただきます。その後ですね、キッズスーパーガーや、あと東京さん企業様のブースにもですね、ぜひお立ち寄りいただければと思います。どうも皆様ありがとうございます。この後、パンフレットを配りたいな、パンフレットな。ちょっと待ってくださいね。スーパーガーにも集まってきて